はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、ということで、本日も引き続き、亀井スポーツ所沢店さんで、撮影の方させていただいております。ありがとうございます。はい、で、前動画で、店内一周、簡単に流しで、やらさせていただいたんですけれども、その中で、まずはじゃあ、こっちの軟式用のグローブやりますよと、そこからちょっと攻めていこうかなと思います。はい、じゃあ、まずね、まあ、1個目ですよ。じゃーん。ミズノの2022オールスターモデル。これがミズノのダイバーシティグラフィックっていうカラーリングっていうのかな、カラーっていうのかな。去年はここがブルーだったんですよね、ダイバーシティブルーでなんですけど、今年はグラフィック蛍光イエローです。で、型がこれは多分坂本選手モデルかなとなっています。なんでまあ玉はみなしの順巻きで深くしっかりと掴む方、まあ普通の坂本選手万人受けするというですね、型となっています。これはみ出しは切りはみなんですけど、これヘリ側ラメ入ってるんですよね、多分シルバーラメなのかな。これいいですね、この水のプロの金糸とシルバーでどっちも光ってる系の色、結局は反対色なんだけど同系だからカチッとしてるって感じがしますね。で、補給面がブラック、ベルト分もブラックかな。で、指の双方とウェブがブラックになっています。なんでごちゃごちゃはしてないですよね、カラーリング的に。いや、これすごいいいな。で、まあもうやっぱね、まあ水のプロですよ、まあ水のプロですよ。呼吸面の皮はすごいしっかりとしてるので、これもいいなって。はい、で、お値段なんですけれども、44,000円税込みとなっています。安くはないよね、どうしても。まあ水のプロだし限定だしっていうところを見ると安くはないけれども、こういうのもありなのかなと思います。でね、これ3種類あるんですよ。今これがクロスウェブバージョン、これ誰かモデルかな、うん、まあでもクロスウェブも最近流行りですからね。また H ウェブとクロスウェブがなんか内足が多いイメージではあるので、同じサイズかな、うん、サイズも坂本選手と同じ9モデル9となっていて、中もほとんど一緒ですね。ほぼもう坂本選手モデル型としてはウェブが違うぐらいな、イメージのグローブとなっています。これでもお手入れ楽なのかどうなのか、防水費だから楽だと思うんですけど、ね、まあ擦れちゃったら終わりだけどね。あ、でもこれ坂本選手モデルよりかもちょっとポケット丸いかも、うん、ちょっとそんな感じがしますね。まあでもほぼほぼモデルとしてはもう坂本選手モデルと、いったような感じのグローブです。多分入荷されたばっかりなんですよね、逆に。だからこうやって残ってるっていうのは、買えなかったーって人には朗報なんじゃないかなと思います。で、これですよ、これ外野手用ですよ。いや、蛍光の範囲が広すぎて超派手ですよね、カチッとはしてるけど。うん、サイズ 18N めちゃくちゃでかいな。純粋な小指2本入れ仕様ではない、ちゃんと1つに1個ずつだけど、やっぱ小指部分は広いから全然小指2本でもいけるよというような感じのグローブです。マジでちょっと外野によってめちゃくちゃ長いな。で、これウェブイチロー選手モデルのここがちょっと分厚いよね。だよね、多分先端の部分が晩年になってついてきたけど、でもここまで広くはなかったはず。いや、でもそうでもないのかな、もうちょっと浅かったような気もするけれども、まあでも多分ウェブとしてはそんな感じなのかな。イチロー選手と同じような、まあ、この作りになっていて、で、これ分かるかな、めちゃくちゃ深くない、やばいな。で、逆に指股があるので、ここが一瞬やっぱちょっと広くなる、ここの部分かな、指股の部分なので、広くも多分柔らかくなっていけば広く深く使える、グローブなのかなと思います。いやー、すごいなこれ。でね、やっぱ合皮だからかわかんないけど、まあ、もちろん水のプロだから手のフィット感っていうのはもう素晴らしい、入った瞬間におっていう感じはするんですけど、軽い。外野手用でも水のプロの外野手用って軟式、まあとはいえ少し重く感じるかなと思ったんですけど、全然そんなことない。ここが合皮のパワーなのかなっていうある意味感じがしますね。だからいいところをちゃんと皮使って、まあ、合皮のところでデザインと軽さを出してるのかなといった感じです。で、まあこの3つのグローブとも、全部、値段は44,000円、これ税込みの税込みで44,000円となります。でね、水野だけだと思うじゃないですか、こちらもあるんですよ、 Z の2022オールスターモデル、源田選手型かなとなってます。これは小指2本入れ仕様の方の源田選手モデル
ですね、ここに指股がないので背面紐通しなので完璧に小指2本入れ仕様の源田選手モデル。ただまあ他はね一切変わらず、やっぱポケットも丸く広いポケットですし、バスケットウェブですし、でカラーリングはこれなんだ、星みたいな散りばめられてるんですよね。私中指に金色で Z 刺繍あって、で他はクリーム系キャメル系の色のグローブです。まあもう片番もこれもね源田選手モデルなんで、これもまあ広くしっかりと万人受けするようなグローブとなっていて、これ一応限定だからポケットのところにオーダーと入ってます。まあなんで Z さんって基本的に限定グローブはこういう中にオーダーっていう品種が入るので、これがちゃんと証ですよというのグローブになります。値段の方が38,610円、水のプロよりかは安いよといったような感じですね。でまあね Z と言ったら源田選手ともう1名いらっしゃるじゃないですか。はい、こちらがオールスターモデルの今宮選手型ですね。これもサイズとしては同じ9なんですけれども、まあ、ちょっとあれなんですよね、源田選手モデルよりかはポケットが奥になっていて、まあこれも丸いですけどね、言っちゃえば丸いですけれども、どちらかというと一点集中、ポケット深く一点集中といったような感じのグローブとなっています。これもカラーリングとしては全く源田選手モデルと一緒かな。その特殊加工された革の部分に、あと別の部分はキャメル系の色のグローブとなっています。こうやってまあもうさっきも水野の時も言ったけれども、今9月の中旬だけれども、まあ、7月にやったオールスターモデルが今になって入荷されてるっていうのは、もう本当に皆さん手に入らなかった方っていうのは、まあ、どっちも限定なんでね、すぐに売れちゃうっていうことも結構あると思うんですけれども、まあさっきの源田選手こちら水のプロ、だったりとか、そういった限定品今になっても売ってるので、ぜひぜひ欲しいなと思った方はぜひぜひカムスポーツさんで、お買い上げしてください。はい、ということで本日は、まあ、水のと Z のちょっと遅いは遅いんですけれども、オールスターモデルの紹介の方をさせていただきました。カムイさんのインスタ等の URL は、概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。